教科書で教わったダーウィンの進化論は実は間違いだったのかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。私たち人間をはじめ、今地球に存在している生物は進化論によって発達してきたとされています。しかし果たしてそれは本当でしょうか？実は近年、ダーウィンの進化論を覆すような論文が発表され話題になりました。もしこれが本当ならば、一体どのように生命は誕生して進化してきたのでしょう。そこで今回は生命の起源や進化についてオルタナティブサイエンス的視点を交えつつ、さまざまな仮説を紹介、考察していこうと思います。ダーウィンの進化論が崩壊。2018年、米国ロックフェラー大学のマーク・ストークル氏とスイス・バーゼル大学のデイビッド・セイラー氏が共同研究した結果、地球上の生物の 90% は同時期に地球上に発生したことが分かったと、科学ジャーナル誌に論文を発表して学会を騒がせました。この論文は地球上にいる10万種にも及ぶ動物から500万もの DNA バーコードを採取し、比較、分析したもので、それによりますと 90% の生物が10万から20万年前に発生したという結果になったといいます。つまり、地上の生物のほとんどは人類が発生した時期と同じ時期に発生したことになり、ダーウィンの進化論は真っ向から否定される可能性が出てきました。進化論というのは、生物は自然淘汰により徐々に進化していったとする説ですが、ストークル氏とセイラー氏の研究結果が示すように、生物は人間も含めてほぼ同時期に一斉に発生したということになったら、自然淘汰しているような時間などありません。また、進化を大きく促す突然変異についても、実はそれほど起こっていないことが明らかになったために、ダーウィンの進化論は生物学会において大きく揺らぐことになりました。ストークル氏とセイラー氏の論文が正しければ、生物や人類は同じ時期に発生したことになるわけですが、どこかで聞いたことがある話ではないでしょうか。そうです。聖書の創世記に記されていることと同じです。世界中の生物は人間も含めて同時期に神が作ったというのは進化論に対して創造論と言われるものですが、実は先進科学のトップを走るアメリカにおいて創造論を信じている人が非常に多いことをご存知でしょうか。2006年のサイエンス誌の調査によると、進化論を信じているのは先進国では8割にも及びますが、ただ一つアメリカだけは4割を切っていたのです。さらに2019年のギャラップ社の調査では、アメリカ人の4割が創造論を信じていて、さらに3割が神の助けによって人は進化したと信じていて、神が介在せずに進化したと思っているのはたったの2割でした。信仰心が厚いといえばそれまでですが、果たして本当にそれだけでしょうか。宗教というとスピリチュアルなもので非科学的なものだという先入観がありますが、実はその宗教の教えにこそ科学的な真実があり、当時では理解しえなかった科学知識を神様や天使や神話などに例えて伝えたとは考えられないでしょうか。逆に言えば、進化論を盲目的に信じることこそ宗教的なことではないでしょうか。今まで常識と思われていた説に固執して、新しい学説を無下に否定するのは、地動説を抹殺した中世の教会と同じだと私は思うのです。ストークル氏とセイラー氏の研究結果についても、そんなバカな、と即否定するのではなく、真摯に受け止めつつ検証を重ねるのが、真実へと向かう道ではないでしょうか。トラディショナルサイエンス界においては、半ば常識と信じられている進化論ですが、宗教観が強い国においては、決して盤石の地位であるとは言えないことが分かりました。では、生命がどのように誕生したのか、他に仮説はあるのでしょうか。実はもう一つ、オルタナティブサイエンス界隈で有力視されている仮説があるのです。それが、インテリジェントデザイン論です。インテリジェントデザイン論。私たち人間や他の生命がどのように誕生したのかについて、宗教的な答えは、神が作ったという創造論、科学的な答えは自然淘汰による進化論の2つの仮説がありました。
しかし、近年の研究によって、そのどちらかだけの説明では足りない状況になってきています。そこで、オルタナティブサイエンス愛好家たちが着目したのが、インテリジェントデザイン論です。宗教的な偏りがある創造論でも、トラディショナルサイエンスである進化論でもない、もう一つの選択肢として挙げられるインテリジェントデザイン論は、オルタナティブサイエンス愛好家以外からも支持されているようです。中でもジョージ・ブッシュ元大統領は、インテリジェントデザイン論に大きな理解を示し、学校の理科の授業で教えるべきだという発言をしています。では、そのインテリジェントデザイン論とはどのようなものでしょうか。生命誕生の構造は複雑を極めていて、偶然や自然に発生したとはとても考えられないため、知性ある何者かが生命誕生のシステムを設計したのではないかと考えるのがインテリジェントデザイン論です。一見創造論と同じような気もしますが、考え方が違うようです。創造論では一神教の創造主の存在がまずあって、その神があらゆる生命を作ったものとします。それに対して、まずあらゆる生命の存在があり、その成り立ちを考えると、到底自然の成り行きで発生するわけがないので、生命発生のメカニズムをデザインした知性ある何者かがいたはずだ、と考えるのがインテリジェントデザイン論だということです。いわゆる機能法と演繹法の違いのようで、導かれる答えは一緒だという人もいますが、インテリジェントデザイン論は一神教信者以外からは批判されがちだという創造論の弱点を補い、トラディショナルサイエンスとの融和性も考慮された仮説だと思います。しかし、会議派の人たちは、結局は神様的な何者かが生命を作ったということには変わりない。名前を変えただけの創造論だ。などと批判してくるようです。確かにその批判にも一理ありますが、インテリジェントデザイン論の主張にも一理あると思うのは私だけでしょうか。水が液体で存在できる惑星に生命が生まれる確率は10の4万乗分の1だと言われています。ビッグバンの名付け親であるフレッド・ホイル博士は最初の生命が偶然生まれる確率を廃材置き場で竜巻が発生した後でジェット機が完成しているのと同じようなものだと発言しています。偶然が気の遠くなるような回数重なって生命が誕生したという仮説は宗教の介在がないから科学的だと思われていますが、実はただ単に偶然という神様を信じているに過ぎないのではないでしょうか。奇跡のような偶然が重なって生命が誕生したのならば、その偶然は神と同じ存在ではないでしょうか。あるいは偶然と思っているだけで人間が感知し得ない力の介在があったならば、それを人間は単なる偶然と認識するだけではないでしょうか。そしてその単なる偶然をうまく組み合わせて生命を誕生させた存在こそ、インテリジェントデザイン論における知性ある何者かだと考えられないでしょうか。人類以外の知的生命体の痕跡。生命誕生の仮説として、創造論や進化論ではないもう一つの選択肢としてインテリジェントデザイン論をご紹介しましたが、未だに進化論を信じる人たちがマジョリティであることは変わりません。しかし、今回お伝えした通り、進化論もまた大きく揺らぐ事態となっています。では、進化論の代わりにインテリジェントデザイン論に傾く人が増えたかというと、そうではありません。トラディショナルサイエンスの信奉者の方々の中には、進化論の補完として、生命誕生の起源としてパンスペルミア説を支持する人が多いように見受けられます。パンスペルミア説とは、宇宙を飛んでいる隕石や彗星に生命の元となる核酸やアミノ酸が付着していて、それが地球に落ちてきたことで生命が誕生したという説です。生命の起源にパンスペルミア説を採用すれば、あとは進化論に従って人間が誕生したと考えれば納得がいくというわけです。しかし、果たしてそうでしょうか。パンスペルミア説もまた偶然に頼りすぎではないでしょうか。そう考えると、やはりインテリジェントデザイン論に戻ってくるわけですが、それでは知性ある何者かというのは一体誰のことなのでしょうか。ここで私が紹介したいのは古代宇宙飛行施設です。
作家のゼカリア・シッチンによりますと、45万年前に地球を訪れたアヌンナキという知的生命体が人類より以前から地球に先住していたといいます。アヌンナキは母星ニビルの存続に必要な金鉱石の採掘のために来たそうですが、彼らが降り立ったのは現在の南アフリカということです。それを裏付けるように、南アフリカのマプト湾から西へ150キロの地点に超古代文明の痕跡である町の遺跡が発見されています。きれいに区画割りされた石積み土台によって町を形成していて、その広さは1500平方メートルにも及んでいます。この町の遺跡は少なくとも20万年前のものだということですから、現在の人類がようやく誕生した頃のものということになります。とてもこのような町を人類が形成することなど無理な時代の遺跡ということです。人類以外の別の知的生命体が存在していた痕跡の発見により、俄然アヌンナキの信憑性が高まりましたが、このアヌンナキとはシュメール神話に出てくる神様の名前でもあります。シュメール神話ではアヌンナキによって人間が作られたとされています。とすると、もしかしたら知性ある何者かとはアヌンナキかもしれません。オックスフォード大学の世界神話学の教授も、人類を創造してシュメール文明を起こしたのはアヌンナキで間違いないと明言しています。確かに途方もない偶然が重なり、生命が誕生した後、さらに不自然なほどの偶然が重なって人類へと進化したと考えるよりも、アヌンナキによって進化を促されて人類が誕生したと考える方がシンプルです。そして真実とは往々にしてシンプルなものではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。インテリジェントデザイン論における知性ある何者かとは、アヌンナキであるという仮説にたどり着いたわけですが、その一方でアヌンナキは一体どうやって誕生したのかという謎が新たに生まれました。もしかしたらこの謎は入れ子構造になっていて、次から次へと知性ある何者かが登場するのかもしれません。その果てにあるのは一体何なのでしょうか。私には従来の科学ではまだ理解できない何かのような気がしてなりません。トラディショナルサイエンスにとらわれている人たちが拒絶してしまう仮説でも、私たちオルタナティブサイエンス愛好家は柔軟に受け止めて、考察や検証を重ね、真実にたどり着こうという姿勢を持っているものです。これからも様々な仮説に対して、そんなバカなと盲目的に否定せず、科学的な多様性を重んじていこうと思います。